いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2018年モデル BMW M4 クーペ CS をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、外装面特に目立った傷はございません。走行距離約1000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はブラックサファイアメタリック、インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっております。 BMW の M4 クーペをベースとし、より走行性能を高めたハイパフォーマンスモデル M4 クーペ CS でございます。エクステリアには軽量化かつ空力性能を徹底的に追求したカーボン製のフロントリップスポイラーなどが装着され、迫力のあるデザインを演出しております。ヘッドライトには標準で LED ヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、3リッター直力ツインパワーターボエンジンが搭載され、最高出力は460馬力を誇ります。アルミホイールはオービットグレーペイント、フロントが19インチ、リアが20インチの単造アルミホイールが装着されており、キャリパーは M 専用のブルーキャリパーが選択されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されております。また専用のカーボンリップスポイラーやリアディフューザーが装着されておりますので、リアもデザイン性に優れております。マフラーは M 専用4本出しのマフラーが装備されており、 BMW らしい力強いサウンドを楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。コンパクトなボディサイズではございますが、トランク全体十分な容量を確保しており、後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートは M4 クーペ CS 専用のスペシャルライトウェイト M スポーツシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングは3本スポークのアルカンターラステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトは7速の MDCT シフトが採用されており、デュアルクラッチならではのスムーズな変速が魅力的です。また走行モードに関しましては、エンジン出力、サスペンション、ハンドリング、それぞれ3段階で設定が可能です。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。では今回は2018年モデル BMW M4 クーペ CS をご紹介させていただきました。走行距離約1000キロと非常に低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。圧倒的な走行性能を発揮するハイパフォーマンスモデル M4 クーペ CS でございます。専用の460馬力を発生させるエンジンと7速の MDCT シフトが組み合わされておりますので、ドライバーズカーとして十分にお楽しみいただけます。またカーボン製のフロントリップスポイラーやリアディフューザーをはじめ、多くのカーボンパーツが採用され、デザイン性にも長けた1台です。国内限定わずか60台と大変希少なモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。